京都競馬場三歳牝馬による最後の大レース、夏を経てその再起に磨きをかけた乙女たちが集いました。 G1 秋華賞いよいよ発走です。さあ最後は大外枠のセキトバイースト、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。好スタートを決めたのはチェルビニア、ラバンタ、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してチェルビニア鼻に立ちます。その後ろからはラバンタ、この馬も上がっていく構えです。さらにはダンスオブクイーン、13番クリスマスパレード、その後ろ先手を取ったのはラバンタ、この位置にセキトバイースト、内からはタガノエルピーダ、すぐ隣にボンドガール、内からクイーンズウォーク、並んで2番ミアネーロ、その後ろからはダビッドアイ、ここにステレンボッシュ、内を通って小金の空、その隣にアドマイアベル、オーエリート、そのうちに続いています。最後方にチルカード、各馬鮮やかなターフを進んでいきます。1000メートルを通過しました。ここまでほぼ平均ペースです。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。もう一度先頭から、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はまだ12番ラバンタ、外を通ってセキトバイースト、間を挟んでタガノエルピーダ、3番手、後続集団も追い上げにかかります。ラバンタ先頭、その外からはセキトバイースト、さあいよいよ直線の攻防、先頭をかわしたセキトバイースト、1馬身から2馬身引き離す、ボンドガール手応えは悪くない。残り 200m、 ステレンボッシュ追い上げてきた、ステレンボッシュ先頭、チェルビニア食らいつく、ステレンボッシュ、ステレンボッシュ勝ちました。2着争いを制したのはチェルビニア、3着にボンドガール、勝ったのはステレンボッシュ、このレースを制したのはステレンボッシュ。スタートしました。各馬きれいに揃いました。まずは先行争い、タガノエルピーダ前に行きそうです。セキトバイースト、それに続いています。さらにはダンスオブクイーン、3番クイーンズウォーク、その後ろセキトバイースト、先手を取りました。内からダビッドアイ、外にはクリスマスパレード、ここにつけたのがラバンタ、内からはミアネーロ、その後ろにボンドガール、すぐ隣にステレンボッシュ、オーエリート、そのうちに続いています。チェルビニア、この馬もこのグループ、これに続いてアドマイアベル、その後ろに小金の空、しんがりからチルカード、各馬鮮やかな芝生を蹴り上げて進んでいきます。では前の方から見てみましょう。11番ダンスオブクイーン、一気に先頭に立ちました。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。すぐ後ろにセキトバイースト、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭は依然として11番ダンスオブクイーン、外を通ってセキトバイースト、間を挟んでダビッドアイ、3番手、後続も追い上げていきます。セキトバイースト、このままいけるでしょうか。離れてダンスオブクイーン、4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭を行きますセキトバイースト、しかし後続も伸びてきた、残り 200m、 後続とは1馬身、このまま押し切るか、チェルビニア差し切るか、先頭はセキトバイースト、チェルビニア1着、チェルビニア2着、セキトバイースト、その後ろにステレンボッシュ、チェルビニア、見事このレースを制しました。スタートしました。各馬揃った綺麗なスタート、まずは先行争い、何が行くでしょうか。クリスマスパレード、前に行きそうです。ダビッドアイ、それに続いています。さらにはセキトバイースト、10番ボンドガール、その後ろ、この辺りで各馬第1コーナーに向かっていきます。ダンスオブクイーン、先手を取りました。その隣にタガノエルピーダ、その後ろにクイーンズウォーク、その外にラバンタ、内からミアネーロ、すぐ後ろにチェルビニア、その後ろにオーエリート、外にはアドマイアベル、この集団にステレンボッシュ、小金の空、すぐ後ろしんがりからチルカーノ、各馬鮮やかなターフを進んでいきます。先頭に戻りましょう。13番クリスマスパレード、レースを引っ張ります。 1000m を通過、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。その後ろにセキトバイースト、ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。先頭は依然としてクリスマスパレード、外を通ってセキトバイースト、タガノエルピーダ、3番手、後続も追い上げていきます。さあ先頭はセキトバイースト、クリスマスパレード、その後ろ離れてステレンボッシュ、さあいよいよ直線の攻防、先頭に立つのはセキトバイースト、セキトバイースト、クリスマスパレード、2頭の叩き合い、あと 200m、 ここで先頭に立ったクリスマスパレード、差が開いていきます。ステレンボッシュ、かわしにかかるステレンボッシュ。
ステレンボッシュ混戦を制しました。スタートしました。各馬きれいに揃いました。さあ果たして何がいくでしょうか。花を切ったのはクリスマスパレード、続いてダビッドアイ、この馬も前へ、さらにはタガノエルピーナ、11番ランスオブクイーン、その後ろ先手を取ったのはクリスマスパレード。この辺りで各馬第1コーナー右にカーブしていきます。内からクイーンズウォーク、セキトバイースト、その前に進出、これに続くのがラバンタ、並んで10番ボンドガール、その後ろにステレンボッシュ、チェルビニア、すぐ後ろ内からはオーエリート、外を通ってアドマイアベル、内を通ってミアネーロ、その後ろからはチルカーノ、しんがりから黄金の空、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。 1000m を通過しました。これは少々スローペース、後方勢には影響するか。11番ランスオブクイーン、レースを引っ張ります。先頭は依然としてランスオブクイーン、外を通ってセキトバイースト、間を挟んでボンドガール、3番手、後続集団も追い上げにかかります。ランスオブクイーン、このままいけるでしょうか。セキトバイースト、その後ろ4コーナーカーブから直線コースに向きました。さあ先頭に立ったのはクイーンズウォーク、残り 200m、 後続はどうか。チェルビニア食らいつく、クイーンズウォーク先頭を保てるか、並んでゴールイン。1、2着争いは接戦になりました。わずかにクイーンズウォーク体勢有利。スタートしました。セキトバイースト好スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。やはり予想通り7に立ったのはセキトバイースト、続いてタガノエルピーナ、さらにはラバンタ、13番クリスマスパレード、その後ろ先手を取ったのはセキトバイースト。この辺りで各馬第1コーナーのカーブに入ります。内からはダンスオブクイーン、ダビッドアイ、それに続きます。ここにミアネーロ、この位置にクイーンズウォーク、赤の帽子チェルビニア、その後ろその外にボンドガール、その隣にステレンボッシュ、すぐ後ろにアドマイアベル、内からチルカーノ、すぐ隣にオーエリート、外を通って黄金の空、各馬鮮やかなターフを進んでいきます。さて先頭を見てみましょう。 1000m を通過、これは少々スローペース、後方勢には影響するか。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。前はセキトバイースト、内からランスオブクイーン、間を挟んでタガノエルピーナ、3番手、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。セキトバイースト、このままいけるでしょうか。離れてランスオブクイーン、離れてステレンボッシュ、第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。200を切った、外から一気に突き抜けるか。ステレンボッシュ、セキトバイースト粘り込む、ステレンボッシュ抜き去った、ステレンボッシュ、クイーンズウォーク2着に入ったか、3着にミアネーロ、勝ったのはステレンボッシュ、このレースを制したのはステレンボッシュ。スタートしました。各馬きれいに揃いました。さあ先手を奪うのはどの馬か。タガノエルピーナ前に行きそうです。ランスオブクイーン、それに続いています。さらにはクリスマスパレード、3番クイーンズウォーク、その後ろ先手を取ったのはランスオブクイーン、オレンジの帽子ラバンタ、その後ろ内からはダビッドアイ、外を通ってセキトバイースト、ミアネーロ、そのうちに続いています。その外にステレンボッシュ、内を通ってチェルビニア、その外からボンドガール、ここにアドマイアベル、内からオーエリート、並んで7番チルカーノ、しんがりから黄金の空、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。13番クリスマスパレード、一気に先頭に立ちました。2馬身から3馬身のリード、間が空いてセキトバイースト、内からクイーンズウォーク、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はまだ13番クリスマスパレード、2番手はセキトバイースト、クイーンズウォーク、3番手、後続集団も追い上げにかかります。クリスマスパレード、このままいけるでしょうか。間が空いてセキトバイースト、4コーナーカーブから直線コースに向きました。一番前にはクリスマスパレード、2馬身から3馬身引き離す、ボンドガール、足色は十分、前に迫れるか。200を切った、クリスマスパレード先頭を走る、ボンドガール食い下がる、クリスマスパレード、クリスマスパレード勝ちました。2着にボンドガール、その後ろにクイーンズウォーク、勝ったのはクリスマスパレード、このレースを制したのはクリスマスパレード。
スタートしました。各馬きれいに揃いました。さあ果たして何がいくでしょうか。ダッシュよく飛び出したのはセキトバイースト、さらにはダンスオブクイーン、13番クリスマスパレード、その後ろ先手を取ったのはセキトバイースト、内からはタガノエルピーダ。この辺りで各馬第1コーナー右にカーブしていきます。これに続くのがクイーンズウォーク、外にはボンドガール、その隣にチェルビニア、その後ろにダビッドアイ、外を通ってステレンボッシュ、内から黄金の空、アドマイアベル、すぐ後ろオーエリート、そのうちに続いています。その外にラバンタ、しんがりからチルカード、各馬鮮やかな芝生を蹴り上げて進んでいきます。もう一度先頭から11番ダンスオブクイーン、レースを引っ張ります。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。2馬身から3馬身のリード、ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭はまだ11番ダンスオブクイーン、2番手はセキトバイースト、クイーンズウォーク、3番手後続集団も追い上げにかかります。ダンスオブクイーン、このままいけるでしょうか。間が空いてセキトバイースト、さあいよいよ直線の攻防、先頭にダンスオブクイーン、しかしその差はわずか、粘り込めるか。あと 200m、 アドマイアベル追い上げてきた。アドマイアベル先頭、内から一気にニアメーロ、クイーンズウォーク追いすがる、2頭の首の上げ下げだ。アドマイアベル、クイーンズウォーク、わずかにアドマイアベル体勢有利、